さあ時刻は夜9時を回りました。1月24日火曜日のエンパナータタイムツーエンパナ生放送の時間です。えー、1月も2回目のエンパナということですね。あ、3回目か。 そうですね、はい、えー、新年明けて、もうや3週間経過ですけれども、あっという間にもう2月が目の前に見えてきましたね、えー。ちらほら、このキャンプシーズンということで、サッカーだったりとか、プロ野球のね、あの自主トレなんかが始まってきたりとか、いろいろあるみたいですけれども、えー、沖縄市の方でもね、えー、広島カープが、2、まあ、次キャンプからのスタートになるんかな。 どううでしょうかね、えー、今年9球団ぐらいが沖縄にキャンプインということらしいですけどもね、えー、来週ぐらいになってくると急春到来という見出しが出てくるかもしれませんね、まあ、そうなるとね、あのーまあ、広島カープも、えー、そうですけれども日ハムだったり阪神だったり中日だったりジャイアンツだったり、えー、横浜だったりとかもう忙しいですねいろんなご球団見にまた今年もね出かけるんだろうなと思いますけれども、はいえー、1月24日 火曜日のエンパナ今日もね、えー、ゆるりと始めていきたいと思いますあのー、居酒屋とか、まあ、食堂とか、まあ、場所どこでもいいんですけど隣の人が話してる内容とかってたまに耳に入る時ってないですか、まあ、今日実はですね、えー、このスタジオに来る前に居酒屋で、えー、某ラジオの収録をしてたんですけど、えーまあ、隣の、まあ、男性女性だいたい30代 後半から40代前半ぐらいの、まあ、男女がいましてで、まあ、僕も普通はね、あのー、ラジオの収録やってる時っていうのは、まあ、もちろんこの先輩方のラジオに耳は傾けるんですけど、えーまあ、隣の,そのカップルと思われる方の,その話の内容というのが、えー、なんかね旦那にこっそり、まあ、旦那の目を盗んで、えー、ホストクラブに行ったのがバレてさみたいな。 <laughs> そんな話をしててでもお酒がないとやっぱりもう生きていけないんだよみたいなそんな話してたんですよねおいおいこれ大丈夫聞いていいんかなこういうねまあ明るい居酒屋での話で大丈夫なのかなちょ,ちょっと気心配しながら左耳は先輩方のラジオで右耳はそのえー 不倫じゃないんですけれどもそういう類のね話に耳を傾けていってただ話がどんどん深くなればなるほどもう右耳のこの隣のカップルらしき人たちの会話にですねもう思わずこう耳をね傾けてしまいまして大体聞きましたね <laughs> ちょっとだけねいやいやもうプライベートな、ね、思いっきりどこの誰かもわからない状態なので。 そんなにね、なんか、盗み聞きするっていうわけにもいかんなぁと思いながら。でも、なんやかんやいって全部聞いてましたね。<laughs> ダメだなぁ。まあ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 。あのー、後々ね。 えー、ラジオの収録なんですかって向こうからこう声かけていただいたので、えー、そうなんですよとかって言いながらねあの不倫ですかみたいな冗談もね先輩方やってましたけれども、はい、いやそうじゃないと、えー、いろいろねその辺のこうプライベートな話だったり仕事の話なんかをねやってたんですけどもねいや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 あのー、聞くつもりはなかったんですけどねついこ耳に入ってきましたねまあここ最近というかね えー、特に芸能界とかで狩野英孝さんのねいろんな問題があったりとかしてまあ今年に始まったないですけどねもう去年1年間もそういう話題がすごかったですけれどもねはい、えー、ついついこう耳を傾けてしまいましたねえー、ラジオ聴いている皆さんはそういったことってないでしょうかはいえー、今日も1時間生放送お付き合いいただきたいと思います1曲お届けして今日の番組のテーマを発表していきます さあ今日はサカナクションのこの曲からいきましょう。サカナクションでアイデンティティー。 魚アクションでアイデンティティでした。 さあ、改めまして、こんばんは。時刻は9時9分になったとこです。もうすっかり暗くなっている小座パーカーメニュー入り口からの生放送でございます、えー。沖縄もだいぶここ最近は冷えているわけですけども、あのー、明日からね、えー、あ、あさってぐらいからか、次第にこう気温が高くなってくるらしいですね。うん、23度とか、その辺に上がってくるらしいですけれども、えー、1月のね、 松が近づいてはいるんですけれどもね、えー、僕は今、今のところスタジオの中ではね、半袖なんですけども、さすが外はね、あのー、ちょっと冷たい風が吹いてますんで、寒いですけれども、はいえー、くれぐれも体調、お互い気をつけていきましょう。これね、本当、自分で、自分のこと言ってますね、これね、自分も気をつけようと思ってるんで、でそれをラジオでね、よくこう口に出しますけれども、はい、いやー、インフルエンザとかね、あのー、お腹ちょっと、 うーんまあ吐があったりとかね下痢があったりとかでもうこのやっぱり寒くなってくるとねいろいろこうそういったのがよく出てきますからねはい、えー、体調気をつけていきましょうはい <laughs> さあ,あのメールも来ておりますけれどもそのメールの前にですね、えーまあ、この放送はまあもちろん周波数761沖縄市のコミュニティ放送局なので、えー、限られた電波の中で聞いてる方でまたインターネットを使って ツイキャスでまたユーストリームで聞いているというね全国で聞いているというそういった方もいると思いますが、えー、大雪がちょっとね県外の方ではいえば、ー、心配の種になっているらしいですね強い冬型の気圧配置続く大雪のピーク過ぎても警戒を気象庁は24日4時30分 大雪に関する全般気象情報第4号発表、えー、今日の24日も日本海側を中心に西日本から北日本では降雪が続いており大雪となっているところがあります、えー、これは本州付近の上空およそ5500メートルに氷点下33度以下の強い寒気が流れ込んでいて強い冬型の気圧配置が続いているためだということです えまた中国地方は大雪のピークを過ぎ近畿地方は今日24日夜遅くにはピークを過ぎる見通しですが気象庁は引き続き大雪や路面凍結による交通障害に警戒するように呼びかけているということなんですね。今日のインターネットのそのまあトップにもですねえまあ大雪の影響でバスがね ちょっとこう立ち往生しているというそういったニュースも入ってきてますけれどもね、まあ、県外で聞いてる皆さんからの、はい、そういったコメントもねお待ちしておりますさあ今日の番組のテーマですけれども今日の番組のテーマはですね顔に出ますかはいこちらでやっていきたいと思いますまあ要はねあのー、例えばそうだな怒っているっていうのがあからさまに顔に出るタイプなのか まあ、悲しい顔、嬉しい顔、えー、そうだな、やましい時の顔。<laughs> これ絶対だあるよっていうね、もう見てわかるっていう人がいるじゃないですか。わかりやすい人。ね、えー、皆さんは顔に出るんでしょうか今日は顔に出る。こちらでやっていきたいと思います。僕はですね、あのー、わかるらしいですね。 うん、自分ではそんなつもりないんですけれども、どうやらばれてるらしいですね。ただ僕よりも分かりやすい友達とかいるんですよね。まあこれも変、あ,あもうどんなかな僕の本当に浅い経験の中の判断ですけど、B 型の人って結構そういうところ分かりやすいんじゃないかなっていう人が僕の周りですよ。これ僕の周りの B 型の範囲の話ですからね。 非常にわかりやすいとこ多いんですよ。あの、顔に出るし、言ったら顔色に出るっていうかね、怒ってる時は赤ら顔、悲しい時は若干こう血の毛引いてるみたいな、本当にもわかりやすい人があまりにも多すぎて、僕の身の回りの B 型ね、あくまで僕の中の話ですからね。えー、皆さんどうなんでしょうか。 さあツイキャスもいただいておりますね、えー、ナンシーさんリサマルさんからいただいておりますこんばんはということでこんばんははい、えー。こちらも行きましょう初めまして富山県から見ていますすごいですね富山県から見ている今までのラジオの感覚のメールの文面じゃないですね見られてるわけですね、えー、今朝のうちの前です、えー、リクエストコカニーさんの悟り がなければ松本里香さんのスープラジオネームナンシーさんから頂い,いておりますあツイケスでもコメントされてますね富山はー富山って言ったら僕の中でもキングス、まあ、バスケットか BJ リーグっていうか B リーグかえー、クラウジーズ確か富山だったような気がしますけれどもねええー、車にめっちゃ雪が積もってますね寒いんだろうなー はい初メッセージなんでしょうかねありがとうございます、えー、コカニーまたは松本里香さんの曲をということでリクエスト入ってますねじゃあちょっと探してみて後ほどもちろんあればね、えー、お届けしていきたいなと思いますあるかなちょっとコカニーコカニーさんはじめましてのアーティストかな ええー、まあどちらか探してお届けできたらいいなと思います。さあもう一件ラジオネーム。ベルプルマスクさん。モーリーさんこんばんは。さっき差し入れいきましたが、タイミング合わずにモーリーさんに会えませんでした。えぇ、ー、素の正規さんに会えたのでよかったです。今日も頑張ってください。ということでいただいております。はい。あのー、お互いね、僕もイラミナ正規も、 お互いの巣は見れたもんじゃないですからね。<laughs> 吐きがない。はい、まあ、僕はタバコ吸わないからあれですけど皆さんのタバコ吸ってる時吐きも正気もないですからね。<laughs> あんまり言い過ぎると、ね、怒られますね。はい、あじゃあさっきのパンはあれだベルプラさんが差し入れしたやつだ。あ,ありがとうございます。後ででおいしくいた,だい,いただきたいなと思います。はい えー、ナンシーさんラジオネームナンシーさん「私はめっちゃ顔に出ます」「顔に書いてあるくらい喜怒哀楽が出ます」「ちょっとは隠したら?」とか言われますよということで、はい、どんなですかねやっぱり顔に出た方がいいんじゃない一応分かりやすいというかね全く読めんさっていうよりはうーん わかりやすい方がいいのかなどうでしょうかねこれねうん、えー、今日の番組のテーマ顔に出るこちらでメッセージお待ちしていますではでは初メッセージかなラジオネームナンシーさんのリクエスト松本理科でスープ さちょっとですね機会が調子があんまりよろしくないということでなかなか、えー、流れてくれませんがあ流れてきた改めて松本ィカでスープ。 さあラジオネームナンシーさんの曲のリクエストということで松本里香さんで「スープ」という曲ですが、まあ、この松本里香さんはですね、まあ、日本の声優女優、まあ、歌手の方ということで、えー、ポケットモンスターの主役のですね、えー、声優を担当されていたりとか結構いろんな声担当されている方なんですねえっとねえー アンパンマンの天狗坊やだったりとか、えー、あとシティーハンターのソニア役天才バカボンの熊田くん役だったりとか、えー、グータラ奥さんとかいろんなこうあとランマ1 2分の1とかおぼっちゃまくんとかミスターあじっこのねえー、それ男の子役なのかな とかですねたくさん声優として活躍されていらっしゃるんですねいやちょっとね知らんかったなあ,あなるほど「ポケットモンスター」のサトシ役っていうことですねはい今バック流れてる曲、えー、松本里香さんで「スープ」聴いていただきましたさあ今日の番組のテーマは「顔に出る」 はい皆さんは顔に出るタイプなんでしょうかどうでしょうか教えてくださいえー、青野軍団さんチースモーリー今ウォーキングが終わってからツイキャスで参加寒すぎて汗かかないって言えば体が温まるまで時間かかることーああでもあれじゃないですか汗かかない表面にはこう出ないと思いますけどそんなに。 若干このひんやりも気持ちいいんじゃないですか、どんなですかね、ひんやりしながら、ウォーキング、じゃじゃね、だんだんこう内側からこう熱くなるっていうかね、涼しいんじゃないかなと思いますけども、どうでしょうか、はいえー、なんか出るんかな、大会、それとも去年からのダイエットの、ね、続行中なんですかね、これね。 どうでしょうか、えー、青野軍団さん顔に出るかうん自分では出してないつもりだけど思いっきり出てるはず顔に出てなくても怒りのオーラ的なものは感じられてるはずはいこれ不思議ですよねあいや絶対わじってるぜあの人っていうの分かりますもんねなんでかな空気空気なのかなうんかあのー 動物の話なんですけど、この人間のその視力っていうのが、他の動物にはない視力っていうか、この目の力らしいんですよね。というのも、集団行動する生き物なんで、えー、体調が悪くなったら、まあ、血の気が引いて、青ざめてるように見える。で、怒ったら、表情が赤くなる。 あから顔になるまたは恥ずかしい時にあから顔になるそういったものを集団行動でわかるように、えー、人間のこの視力っていうのは他の動物にはないところらしいんですよねで、それでこう今までもまあ、これからも集団で生活する生き物なんでっていうことらしいですけれどもねなんだろうね車なんかもありますよねあの車絶対怒ってるなっていう車ありますよねなんだろうこう ドクタースランプじゃないんですけど、もう、あからさまになんか <laughs>、ブーンって音、音じゃないんですけどね。音ではないんだけど、この車が上下してる感じっていうかね。なんだろうな、チョロ級の一旦後ろに引いてから前に行くみたいな。ちょっとね、そんな、なんか、大げさな動き方っていうかね。あの車絶対わじってるやつさーっていう、いますからね、やっぱりね。 えー、さあ、ラジオネームウさんからもいただいておりますね。久しぶりですね。お元気でしょうか、えー。モーリーさん、こんばんは。オープニングの話、よくわかります。前に私も居酒屋で、えー、隣にいるグループの中の女の人が、一人泣いているわけ。なんか彼氏とのトラブルみたいで、一応みんなで励ましているんだけど、延々と続いているわけさ。えー、そのグループ、しまいにはシーンとしてから、もうこっちまでさ、気になって楽しめなかったさ。 聞く,聞くつもりなくても聞こえるし目に入るしあれ困るよねはいシーンとなったら困るね <laughs> なんでってなるよね今どんな状況って気になりますもんねああるな一応ね仕切りっていう仕切りはあるんですけどもうほぼないに等しいですからねただ、あのー、表情見えないだけで。 上から下からねいろいろこう声とか漏れますからねそうなんですよね盗み聞きするつもりじゃないんですけれどもえー、<laughs> そうなんですよねで本人たちもねあのそんなにまあまあしく宣伝じゃないですけれども言うつもりはないんでしょうけれどもねこうお酒の力でこの声のボリュームも上がっていってっていうでしかも話すないようもね そこは別に言わないでいいんじゃないのっていうところまでちょっと掘り下げてしまったりとか、やっぱあるんでしょうね。えー、ベルプラマスクスさん、自分は顔に出ないかなもしかしたら自分が思ってるだけかもしれません。ただ、嫁さん曰く何かを企んでいる。いたずらを考えている時の目はバレバレだそうです。かまぼこ型らしいです。何 <laughs> ですかねこのかまぼこ型っていうのは。 そんな方してるってことですか <laughs> これちょっとわからないなかまぼこ型はぁ、えー、出やすい人出にくい人いますからねうんあれなのかな穏やかな人いつもいつも穏やかな穏やかに見える人自知恵ね中ではってことあるんですかねうん まああれはあるかななんかスイッチみたいなのはあるかなここの現場ではまず怒りのスイッチはまずないみたいな。そういったところあるかもしれませんけどね。まあ特にこう仕事のね、現場とかだったらなおさらかもしれません。はい。さあ今日の番組のテーマ、あなたは顔に出る。 ねこちらでメッセージをお待ちしていますメールは761アットマーク fmcoza.jp 761アットマーク fmcoza.jp でお待ちしています お届けした曲はミスターチルドレンで「足跡」さあエンパナも残り半分折り返しすぎていますけれどもここでリスナープレゼントのお知らせ、えー、朝の放送夕方の放送でも話をしたんですけれども、えー、来る土日 1>, 1月28日と29日の2日間、チュラサンビーチ豊崎の方で、沖縄カスタムカーショー、日本全国から話題のカスタムカーが沖縄にやってきます。沖縄初上陸ということで、えー、東京オートサロン2017、出展車両がやってくるそうですね。えー、料金が1000円。 前売りチケットは900円で購入いただけるということです。ファミリーマートさんで、えー、ゲットできるということでございます。朝の9時からね、夕方、あ失礼、土曜日が朝10時から夕方6時まで、日曜日が朝9時から夕方の5時までとなっています。まあ、1時間ずれてオープンして、で1時間、ね、ずれてクローズするということですねえこれね。 2017東京オートサロンイメージガール A クラス。早瀬彩さん、荒井司さん。あと A クラスっていうね。えー、美女ガール。美女ガールとりあえず、かわいい人が。<laughs> イメージガールがやってくるということですね。あとね、現役 GT ドライバーも参戦決定。 結構これすすごいいみたいですよ車、あのー、SNS で、えー、運搬関係のお仕事をやってる方が本当、あのー、ちょこっとですけどねほんとちょこっとだけこのタイヤだったりその側面の、まあ、車両の側面の写真なんか送ってた,送っ,てたっていうかまあね投稿してたんですけど。 かなりカスタムされた車、大型な車から小型な車、スーパーカー的なものまでね幅広くいろんな車がやってくるらしいですからちょ何台来るか分かんないですけれども、えー、お時間ある方は、豊崎、チュラさんビーチ、ね、えチュラさんビーチ、豊崎、こちらの方に足を運んでみてください。今週の木曜日まで リスナープレゼントということで、えー、ペアで2組の方に差し上げていきますので、希望の方がいれば、懸命にカスタムカーショー、まあ、カスタムショーとかでもいいでしょうね。チケット、希望と一言添えて、本文にお名前と連絡先を,か連絡先を必ず書いて、メッセージを送ってください。であとね FM 小に取りに来てくれる方が対象となりますからね、えーまあ、当選の発表は今週金曜日の朝の放送マイオアシスか夕方の放送アジラジの中で発表していきたいと思いますのでぜひご応募してみてくださいはい <laughs> はいはいいえー、いろいろいただいておりますけれどもねえ行、ー、ってみたいこれはうん 車ね、僕もうん、そんなに分かる方じゃないですけど、どんな風にカスタムされてるかっていうね、また東京でやってた、その、ね、イベントをそのまま沖縄にっていうことでしょうから、はい、多分車ファンの皆さんをね、たくさん集めかけると思われます。今週土日のイベント情報でございました。えー。 ベルプレマスクさん、仕事の時締めなきゃいけないタイミングや全体のスイッチを変えなきゃいけない時は怒っていなくてもわざと怒ってる雰囲気を出して空気を変えたりすることがありますまずはちょっとこの声のトーンだったりとか間合いをちょっと変えたり間合いを変えるっていうかあなんか今。 大切な話してるなっていうそういう空気づくりってことですねああ作れる人になりたいな <laughs> 全然作れんなこんなのあ今聞かなきゃみたいなねうんそういうの欲しいねまあでもこれはねやっぱり上に立ってる人じゃないとできないのかなと思いますけどねうーん えー、青の軍団さん、カスタムカーショー希望。とりあえずかわいいお姉さん見てみたいということで。いや、これね、青の軍団さんはもう、速攻だと思いますよ。<laughs> 何がか分からないですけど、速攻だと思います、とりあえず。あのー、先週のね、えー、あのあれ、レッドブルのお姉さんたちにね、めっちゃ食いつきが良かったんで。 これはもう速攻だと思います。はい。じゃあエントリーということで。まあ今週金曜日の朝の放送と夕方の放送で発表していきますからね。えー、ぜひまた、どうなったかも聞いていただきたいと思います。えー、月赤のチャンネルさん、ガリバーに持っていきたい。<laughs> なんでやねん。なんでやねん、これ。カスタムカーショーですからね。見せるわけですからね。はい。 えー、いろいろ来てますけれども中野町の一樹さん自分も顔に出るタイプと言われる自覚はそんなにないんだけどな嘘ついたらすぐばれそうだからなるべくつかないように生きていきたいなはい意外とね自分があ自分大丈夫だよっていう感じでも実はばれてるっていう ことかもねうん分かりやすいまあでも大体顔に出るんかなと思いますけどね全く顔に出ないっていうポーカーフェイスっていう人もねあんまりいないのかなって気しますけどもどうでしょうか、えー、今日の番組のテーマ「顔に出る」こちらでメッセージをお待ちしています。 アンダーワールドボンスリッピー、まあ、トレインスポッティングの、ね、主題歌ですけれどもあのなんかアルバムがパッとこうね、えー、ジャケットが出てきますねイワマクレーガーがこう T シャツでちょっとねあの脇に両脇にって固定を挟んでるみたいなね丸刈りのっていうねありますけれどもさあエンパナも残り時間10分となってきました青の軍団さんからえー アジラジラより曲流すの早くないかということでいただいております <laughs> 番組が違いますからね一応ははいなので、まあ、曲をスパンスパン流しながらね間にしゃべるっていうそういう感じですからはいえあららがまさいさんからも「リスナーの皆さんこんばんは」ということでいただいておりますはいこんばんはえー、ナンシーさん DJ モーリーさん、めっちゃ考えていそうな顔に見えます。ということで。わー、そうなんですよ。何も考えてないように思われるんですけど、めっちゃ考えてるんですよ。ユウゆうさん、えー、モーリーさん、顔に出るんですか前にヒープーさんがラジオで、えー、DJ モーリーはのほほんとしていて、何考えてるかわからないみたいなこと言ってましたよね。だから顔に出ないタイプかと思っていましたよ。ということでいただいております。はい。 ああ、なるほど、なるほど。うーん。うーん。そうですね。うーん。<laughs> なんて言ったらいいんだろう。えー、いろんな顔がある、まあ、ここの現場での顔だったりとかね。えー、ふふふふ。での顔だったりとか、お家の中での顔だったりとか。えー、 あと家族の中のね、顔だったらいろんな顔ありますからね。ただ、ただですよ、ただ、年重ねていくと、なんかもう、マンチャヒンチちゃになるんで、ほに。もう、結局は元の、元のっていうかね、元々持ってる顔が、にょきって出ると思うんですよ。うん。まあそういうもんなんじゃないか。まあそれが楽だしね。うん。まあまだ若干この、 どうなんですかね。うん。えー、いろいろコメントも来ておりますが、ゆくさーやとか、<laughs> めっちゃ考えているから、だから俺のメールカットされるのかとか <laughs>、いろいろ来てますけれども <laughs>、えー、まあ、その辺はもうご想像にお任せいたします。青野軍団さん、長男が嘘とか隠し事してるときに、 お前なんか、えー、お前、なんか隠し事あるよな、って言ったら、目が、顔がフリーズするからすぐわかるけど、次男坊が嘘ついても全くわからんてば、付き合いの長さかや、ということで。ああ、長男とは、ね、より過ごしてるからわかりやすいのかな。で、次男とは、長男に比べて少ないんでっていうことなんですかね。いや、どんなだろうね。 あれじゃない自分の性格に似てる子は逆にわかりやすいんじゃないですか自分の性格とちょっと違うパターンの場合はわかりづらいとか、まあ嫁さん側に似てるとか、どうですかねこの辺ね。うん。まあ子供、そっか、子供はでもわかりやすいよね。そういうふうに言ったらね。えー。 リサ丸さんから今日のテーマ「顔に出ます」えー、特に嬉しいことをされた時強がりで別に嬉しくないしでクールな反応をしてみたいんですが、えー、顔が勝手に動いて、えー、笑顔になってしまいます。はあ顔作りたいですということでいただきました、はい、なんかねあのー、まあちょっと話ずれるかもしれないんですけど 楽しい、楽しいとか、ハッピーとか、なんかそういうことを口に出してる人は、なんかこう、脳、まあ脳のね、脳の仕組みとして、あ、楽しんだこの人ってなって、楽しいことって今何かなっていうのを探すらしいんです。今目の前に起きていることっていうか、まあ景色でも何でもいいんですけど、まあ例えば、わあめっちゃ綺麗だな とか,なんかこうそういうのを口に出したりとかするとふ、まあ、普段なかなか目に行かない目が行かない木々にね目が行ってみたりとかあとこうとても整理整頓されているうーまあゴミが一つない町に目が行ったりとか何かそういう風になっていくみたいですね。で逆に もうしょう,しょうもないなって言ったらあれですけど面白くないなとかつまんねえなとかってずっとこ,うこれを口に出してると脳もなんかつまらないものばっかりをなんかなんていうのフォーカス当て,当てるっていうかねそれだけがパーンと光が当たってそれ以外はもう何も見えないみたいなだか,らなんか,なんかそういう風になるっていうかねらしいですけど、ね、なんか脳,脳,脳を騙すんだったかな。 まだからね、この口から出る言葉っていうのはお金を使うように大事に使いなさいよっていうね、えー、言葉人事系とかっていうのもありますけどねいやでもやっぱそういうこともあるでしょうねうん、えーナンシーさん顔に出ている方が可愛げがあると思うあなるほどうん <え> <laughs> 今日はね、放送の中でねあの、読んでないメール、読んでないツイキャスも実はあります。はい、これはちょっとね、あのー、後々のことを考えて、えー、なぜそうなってるかっていうのはちょっと差し控えましょうね。はい、聞いてる人、それぞれで判断していただいて。<laughs> もうね、いろいろね、あのー、いろんなものをこう通り越して、スコーンってメール来てますからね、今ね。はい。えー、まあまあ、あの深く考えないでいただきたいなと思います。さあ、なんやかんや、あの話をしていましたら、もうあっという間にエンディングの時間でございます。1月24日、ね。来週のこの時間は1月の31日ということで、えー、今月もあと1週間と。 いうことかもう2月がやってきますね。というか、週末から9章かね、入っていきますけれども、まあ、うとうとしに行ったりとかね、はい、あのー、なかなか1月忙しくて、えー、自分の時間持てなかったという方もですね、まあ、2月にこれから入っていきますんで、えー、少しずつ自分の時間、ね、ほんと大事じゃないかなと思います。いろいろ今年の目標を決めたりとかね、うん。 いいいんじゃななのかなさあいろいろおツイッケスもいただきました今日はね、えー、初参加ということで富山から聞いていますということでナンシーさんからコメントもいただきましたえー、青の軍団さんえり、ー、さ丸さん中野町の和樹さんゆうさんあららまサイガーさんえー、そしてえずきやかのチャンネーさん <laughs> なんで毎週あれなのかな初メッセージですみたいな、初見ですっていう体なのかな <laughs> なんでしょうねこれはね。まあ、そういうキャラなのかなどうなんでしょうね、はいえー、今日もありがとうございました。この後も FM コザ生放送あります。はいえー、ジャズバーいつき。もう放送始まって3ヶ月経過というところで、4ヶ月目に入ってるんですかね ディスナーの皆さんからの、えー、コメントこの後もお待ちしているということですねはい <laughs> どんな話をしてくれるんでしょうねあのー、本当はね本番でね、あのー、歌とかね歌ってもらいたいなとか個人的には思うんですけれどもジャズのねいろんな話聞けると思いますので、えー、この後も「FM 小ザ761」でお楽しみいただきたいと思います さあ今日のエンディングはデビッド・ボーイ・マジック・ダンスこの曲を聴いてお別れとなります。また来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は DJ モーリーでした。